皆さんごきげんどうも、ご主人様です。アマーチンです。キンダマンです。ザ・キンダマンレメディ、実況始めます。どれだかが少なかった前回。この言い草よ。インパクト一本勝負なんやからもきっと頑張れやキンタマン。あれ以上何をどうすればいいのか。ぶっちゃけやりすぎると即規制なんですよね。どの道ダメじゃん。それでは今回もほどほどに医療活動頑張っていきましょい。さて15日目キンダマンはイベントキンダマンからスタート。どうぞ。ドクター金玉僕ファンなんですサインください。金玉じゃなくて金玉んな。僕の名前はオリバーウィリアムズ医者です。あ、どうもご丁寧に。一目先生に会いたくてここまで来たんです。マジこの刑務所セキュリティガバすぎてわろた。何それ怖い。君そのうち普通に無所にぶち込まれるよ多分。先生の研究はすんばらしいです。ありがとう。非倫理的とか変態とか陰キャとかクソメガネとか言われていても僕はそう思います。そこまでは言われてない。僕の気持ちを詩に綴ってきました。受け取ってください。いらね。そんなこと言わないで。じゃあ最初の一文字読んだら捨てとくから。ありがとうございます。タフやな。新キャラも登場したところで15日目キンダマン。いつものように昼のキンダマンはいつものようにカット。知ってた。カットはしていますがお仕事は順調。ちゃっちゃっと名声も溜まっています。絵にならんから名声と出番が反比例やなキンダマン。名声よりも出番くれ。今回はアップグレードで新たに手術室を開放します。これで手術が新たに昼のタスクに追加されます。手術なんかできんのかキンタマン。今までも夜やってたじゃないですか。死亡率 100% の手術な。15日目夜のキンタマンもイベントからスタート。先生、受刑者が刺された。せ、あとよろしく。急に巣に戻るな。うっとり。うわ驚いた。これはジャップは無理だ。これはご丁寧にどうも。カウターを逃がすことになってるそうだな。以前ロニー氏が依頼してた件ですね。どうやらこのジジイがそのジャックさんだったようです。え、何？今頃出てきたん？違うだな。無所から出る前にな、こいつをあんたに託したかったのさ。俺のペットのネズミだ。名前はミ。おいバカやめろ。じゃなくてピッピだ。セフセフ、わかった。そのミッキーは私が預かろう。ミッキーじゃねえか。あとミッキーじゃなくてピッピな。ってことでミッキーのお世話してくれメンス。オッケー。はは。はは。改めて15日目夜のキンダマンも当然のようにカット。知ってた。15日目キンダマン終了。おやすみキンダマン。キンダマンです。16日目キンダマン。はいカットカット。ではないんですねこれが。なんですと。昨日アップグレードで手術室を開放しました。今日はこちらの紹介をしておきましょう。久々の出番、やったぜ。日中の時間が半分を過ぎる頃、クランケが手術室に運ばれます。出番やぞキンタマン。オッケー任せろ。ウッキウキで手術室に駆け込むキンタマン。これよりオペを開始する、メス。カッコつけてっとこ悪いけどお前一人やぞキンタマン。キンタマンです。手術では薬や点滴よりさらに多くの名声をゲットできます。当然時間もかかりますけどね。一番お安いお薬の倍くらいゲットできるのな。手術は成功です奥さん。使った器具の消毒までやってオペは完了です。やっべ忘れてた。消毒しておかないと次のオペができませんので忘れないように。いちいちオペ室まで行かないと出し時間はかかるし、名声は美味しいけど面倒くさなのな。時間がかかるのでその間は製薬作業も止まっちゃいますしね。正直お薬や点滴を決めてもらう方が効率はいい気がしますね。出番がもらえるならもう満タイ。よしキンタマンオペ張り切っちゃうぞ。オペ室の紹介も終わったのでカット。そんな。すまんなキンタマン。キンタマンです。アップグレードでは秘密の部屋におもちゃを追加。拷問椅子を設置します。やったぜ。こうでもしねえとマジ取れ高ねえのよな。そして夜のキンダマン前に恒例の死刑鑑賞。悔しい、でも感じちゃうビクンビクン。そして夜のキンダマン、早速新しいおもちゃの出番です。お待たせ子猫ちゃん、早速お夜のおもちゃで歓迎しようじゃないか。セットアップ完了。拷問椅子で使えるのは3、苦悩のなし、杭の3種類。良い子のみんなは苦悩のなしでググっちゃダメなのよ。今回は3を使ってみました。囚人の、ちょっといいとこ見てみたい。それ飲んで飲んで飲んで一気、一気、俺のおごりだ。ささぐい一歩やってくんな。一時レポート作成完了。楽しい実験の後はオブジェのパーシー君と会話。君も飲む？いらね。残った時間はいつものようにキンダマン薬の抽出と二次レポート作成に費やします。薬の備蓄は十分だけど死体を処理せなあかんからな。昼のキンダマンで使うお薬も補充して16日目キンダマン終了。おやすみキンタマン。キンダマンです。17日目昼のキンダマンは当然カット。慣れた。ちなみに18日目昼のキンダマンまでカットです。また雑になってるじゃないですか。やだー。まあしゃあないわな。アップグレードで診察室のディスペンサーを追加。これでディスペンサーが3個になりました。
そして18日夜のキンダマン前にイベントキンダマン。ウィリアム博士、君のポエム読んだよ。素晴らしいじゃないか。ありがとうございます。あ、オリバーって呼んでもいいぞ。いきなり態度でけえな。おい、今日はポエムについてじっくりと語り合おうじゃないか、ウィリアム君。ええで。我が秘密のお部屋にようこそ。おう、なんてこったい。倫理的で変態で陰キャでクソメガネだけでなくホモだったなんて。だからそこまで言われてねえよ。ぶっすり。金玉、てめえ俺に何を打ちやがった。美役、ちなみに感度3000倍。悔しい、でも感じちゃう。ビクンビクン。2時間経過、そろそろいいかな。おめでとう、今日から君もタイマ人だ。ビクンビクン、もう嫁に行けない。タイマ人であることがバレれば末代までの恥、地味だけでなく親兄弟一族老頭全てが永遠に白い目で見られるだろう。そんなことはない、昔はともかく今は全年齢の健全なコンテンツなんだ。それはない、このことは私と地味だけの秘密だ。ということでタイマ人オリバーが仲間に加わった夜のキンダマン。とりあえず開発元に謝れ。どうもすみません。で、タイマ人仲間になったら何ができるの？やっぱあれか、潜入捜査でビクンビクンするんか。キンダマンもそれ気になります。まずは先にやること済ませてしまいましょうか。今回は不能のなしでいきます。絶対ググんなよ。お前もタイマ人になるんだよ、ビクンビクン。実はあのイベントでモルグでオリバー氏を雇うアップグレードが解放されます。人手を増やして実験やキンダマン薬の作成がはかどりそうですね。タイマ人がいればセキュリティもバッチリ。ガバガバの間違いやろ。名声が200必要となかなかのお値段ですけどね。もう少し名声貯めたら考えましょうか。それまでオリバー氏にはビクンビクンしててもらいましょう。一家に一台タイマ人。だからまだしばらくはぼっちで夜のキンダマン。ぼっちじゃないもん、愛としたいだけが友達さ。だからやっぱりカット。そうですよね。ちなみに現在19日目夜。雑すぎる。19日目キンダマン終了。おやすみキンダマン。キンダマンです。20日目昼のキンダマンカット。はいですか。アップグレードで新しい薬品を追加。これでカプセルと点滴を3種類作れるようになりました。これでさらにガッポガッポやな。名声よりも出番くれ。同じ絵で飽きたので死刑執行もカットでいいですよね。あ、ちょっと出番が減る一方のキンダマン。浮世のうさは実験で晴らします。上の口は嫌がっても下の口は正直だぜ、ビクンビクン。アップグレードで点滴室に椅子を追加。順調やな。出番はどんどん減ってますけどね。ところ変わってハゲチャビン部屋。そこにはセクシー修道女に迫るハゲの姿が。あんな変態陰キャのどこがいいもん。いずれパクられても証拠に間違いなしやで。まあここがもうの所やけどな、ハハハ。イッツプリズンジョーク。だから、ないやろ。パパ活動や、3万、いや5万でどや。ダメよー、ダメダメ。つうか調子に乗んな、闇のほど知れやハゲ。ハゲは、あかんのか。そして一気に25日目昼のキンダマン。いくらなんでも飛ばしすぎではないでしょうか。取れ高ないから仕方ないね。研究室では3台目の実験台も開放。設備についてはかなり開放が進みましたね。お金で仕事のはかどること、はかどること。一度の調剤で作るお薬の数も増えましたし、今は処方の様子を見て足りなくなったら作るだけの簡単なお仕事。作業が間に合わずに患者を逃すこともほぼなくなりましたね。暇な時間も増えてきたのよ。そして26日目夜のキンダマン。どんだけ頑張ってもカットされる悔しさがお前にわかるか。わかんねえだろ。わかんねえよ。秘密の部屋にも新たに硫酸フロー設置。死体の処理もこれで楽ちん。ボイするまでの距離も短く、証拠隠滅もバッチリです。肩まで使って100数えてね。まあ基本やることは同じですけどね。そういえばあれどしたの、タイマ人。オリバーなら俺の横でビクンビクンしてるよ。それがですね、作業効率が良くなったおかげでキンダマン薬の製造も好調。常に在庫フルの状態なんで、正直人では間に合ってるんですよ。つまり放置プレイ。好きなだけビクンビクンしてていいぞ。囚人ボディすら間に合っている状況ですので、最近はほとんど毒殺もしてないんですよね。毒殺しなくても1日1体は補充されるので、それで十分なんです。なんすか、じゃあキンダマン普通のお医者さんってことすか。ええこっちゃ。逆に二次レポートの作成がはかどらなくて困るくらいですね。まあオリバーさんについてはいずれ雇ってもいいですけどね、仕事ないですけど。ということで26日目夜のキンダマン終了。おやすみキンダマン。キンダマンです。今回はこんなところですね。レポート作成の目標も半分を超えました。イベントもそれなりに進んでいるようですし、ここからは一気に進めていきたいですね。せやな。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。